今回のミッションに勝利すれば特別報酬を支給しよう。はい、皆さんこんにちは、カタリルームのカタリです。ガンダムオンラインやっていきたいと思います。出撃する機体を選ぶがいい。マップはね、鉱山都市ですね。で今回こんな感じで、鉱山都市ね、初めてです。ちょっとよくわかんないんだよな。これが改良されてたっていうことも忘れてました。だから演習も行ってないですね。まあみんなの後についていこうかなと思うんですけど、でもってガオン自体が久しぶりな上に、左官戦場ですね、左官落ちして2、3戦やった感じですかね。もう毎日やらなくなっちゃったっていうのが正直なとこかな。指揮官から指示が届いてるぞ。一応ね、他の人の動画で見たことはあるんですけど、これダメだ。このでもピシッと思った。一応質が入ったけど、どうかな。行こうかな。倒したね。まっすぐ行くか。なんかもう全く別のマップですね。鉱山都市とは名ばかりの。ガスナが狙える。敵の身の隙に指揮官から指示が届いているぞ。補給機が破壊された。自分本拠点 X が攻撃されているぞ。敵が戦略兵器が発見された。直ちに潰せ。どうすかな、前出て大丈夫。戦略兵器の起動を確認した。移動範囲から退避するのだ。あ、やべ、プシッた。うっそ。頑張りすぎは良くないってえの。戦場に命かけてどうする。隠れてるのか。出撃する機体を選ぶ。一応勝ってはいるな。出撃する地点を決めるのだ。でですね、なんだっけ、ミノフシー粒子量減衰、届かないかな。レーダーが回復したぞ。なんだっけ、ドーム、ドーム久しぶりですね。補給機を破壊したぞ。くそ、こいつがいなければ。ありがとう、頼む、ありがとう。敵エース機が撤退した。惜しこ、敵エース機が撤退した。たわいもない。敵軍戦力ゲージが残り 50% を切る。指揮官から指示が届いている。突っ込んだけど、どう、核は倒せなかった。補給機を破壊したぞ。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。
指揮官から指示が届いているぞ。どういう組み合わせだっけな。これがあれで、これがネットガン。さてどうしようかな。 C がもうちょっとなんだよね。ちょっと遊んでやれ。何のあれだ。呼吸回避したという作業だな。よいしょ。起動範囲まで運搬を頼む。こいつで連邦をビビらせてやるな。慎重に運べよ。この白い煙がバレそうだな。くそ。おいおい、もう終わりか。どうしようかな。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決める。なんか非常にあれだな。順位が下なんですけど。機械がね、元に戻ってくれたんで非常に助かってますね。ああ一発しかいないな。戦闘機がやばくないですか。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。だって全然順位が上がっていかない。やばいな。 C 落としたね。 OK。
あとはいいだな。指揮官から指示が届いているぞ。じゃあどうなってんだ。おお、噂のあいつか。ちょっと遊んでやれ。下角来てるね。敵戦略兵器の破壊に成功した。あら、後ろでしょ。やったぜ、撃破だぜ。もう終わりですね。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から自分戦略兵器が設置された。起動範囲まで運搬のため。終わりだ、終わり。敵兵士が撤退したので、戦略兵器が破壊されし、戦略兵器を。よっしゃ、オッケーオッケー。終わりました。勝ったけど順位が厳しいですね。カンドムなんかちょっと慣れたら面白そうかな。ちょっと厳しいな。まあ久々だからちょっと出しますけどね。左官戦場でこの順位やばいね。ちょっと、まあ、ちょっとだけ入ったけど、あ、ちなみにあのグラボをですね、あの 750Ti から1060に変えました。なので、今までちょっとね、撮影のために画質落としてたんですけど、撮影しなければ大丈夫なんですけどね、マックスまで完全に、最高画質で今やってます。ひどいな、ひどいな。もう一戦やるか。報酬を与えよう。ガチャコンチケットを選ぶなよ。はい、ということでね、ちょっと久々に出しますけど、ひどいな。はい、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。